ただいま、歌うま、東西、ホスト対決というのをやっておりまして、チョリゾーが D ブロック、ユッティが A ブロック、ランランが C ブロックで、出場してるんですけれども、第一選考はですね、投票制になっておりますので、概要欄にリンクの方を貼っておりますのでね、そちらから投票よろしくお願いします！お願いします！お願いします！1日1票、絶対味方してください！よろしくお願いします！お願いします！それでは本編、どうぞ。ワンチョンしてる、ポーカーでーす！ちょん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 、はい、ちょんです！反抗期、ラナントモランでーす！はい、ということで、今回はですね、はい、ホスト、キャバ嬢、キケーそういうことです、今回は。はいはい。ランランもっと売れたやろ。そうですね。なあ、まあ、今回ね、これを動画にした理由はですね、はいはいはい。ホストさんとか、キャバ嬢さんとかね、これを見ていただいてる人たちもいてると思うんですよ。まあ、同僚の人ですよね。あ、そう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 。はい。だからね、はい。同僚の人たちにも役立つし、はい。まあ、夜食をしてないね、人たちにも。簡単に言ったら、モテ技みたいな感じなんで、あー。全然使えます。まあ、それをね、僕が語らせていただこうと思います。まあ、あくまでね、これ僕の独自の考えなんで、うん、まあ、もちろん僕は使ってきたっていうのもありますけど、はい、経験がものを言うてるっていうのもあるけど、まあ、100人いたら90人がまあ印象変わるじゃない、これは。ああ、なるほど。まあ、自分にね、興味がない人でも自分に興味を持っていただけると、うん、いうことでもありますんでね、ぜひ聞いてください。はい、お願いします。まずね、ランラン、ホストに行く人、はい、ホストに行かない人、はい、分けた時に、ホスト行く人はね、ホストみたいな人が見たいからホストクラブに行くんですよ。まあ、そうですね、うん、イコール俺たち髪型であったり服装であったり、はい、そういうのはホストみたいでなくてはいけないよね今のはまあ流行りみたいなのがあるかもしれんけど、まあ、イメージやな、はいはい、それに沿ってあげるっていうのがすごい大事で、はい、キャバクラもそうで、例えばドレス、はい、あるやんか、あれは男の人たちもね、そういうイメージでもちろん言ってますから、まあ、そういうことなんですよ、はい、だからそのイメージに沿ってあげるっていうのが、はい、まず夜食、俺は大事かなと。キャバクラ行ってスウェットで出てこられたら、おっと何ぞやと、もちろんなりますし、まあ、夢もなくなりますからね、はい、で、ホストクラブ行って、例えばやけどみんなが髪の毛長い、なぜ長いか、ホストみたいに演じてるからやと思います、僕は。で、短髪が好きやっていう女の子もたまに来られるんですけど、どっちかっていうとホストクラブより踊る方のクラブに行きますから、だから別にソロソーを俺は短髪で行くんやというよりは、まずそのイメージに沿ってやってみて、そこで売れてからやっていただけたらいいと思うけど、まずは選ばれないと話にならないんでね、よろしく。第一つ目はイメージに沿ってあげると。次ね、ホストクラブとキャバクラって共通点は何かといえば、お酒飲みながら話して、そうですね、気に入ったら締めみたいな感じやんか。で、ここで自分自身がまずお店にいてる間はね、もう商品なわけですよ。まあ、言い方悪いね。でもまあ自分でそう思い込んでやらないと人に選んでもらえないんですから。例えばな、タイプな人とタイプじゃない人、俺がキャバ嬢でしょ、で、ランゾーさんはチョリコじゃなくてユディコっていう、あの子かわいいな、ユディコちゃんなんやその子がランゾーはタイプなわけです。まあ、例えばユディコがつきました、まあ、いろいろお話ししてから、話して、あ、今日はごちそうさまです、ありがとうございました、言って、はい、言って派遣のと、そこで出てくるのがチョリコなんですけど、私のことは別にタイプでもなんでもないと、はい、で、まあ、こうおしゃべりましたね、しました。で、まあ、この流れの中にランゾーさんとちょっと今話してすごい楽しかったから、一度ね、まあ、プライベートでも遊びたいなと、だからちょっと連絡先とか教えていただけないですかっていう、これをチョリコが言うわけです。どう思う？まあ、言われた方、まあ、嬉しいですね。ああ、そうやな。最終タイプな人でもタイプじゃない人でも、タイプなやじゃないやつが選ばれようとするなら、もうそこしかない、はい、タイプな人はさ、もう何も聞かんとあれだす言うてどけていきました。違う人が入ってきて、すごい子遊びたいなと思ったんで、連絡先聞いていいですかと、はい、めっちゃいい気分やろ。気分いいっすね。その行動すらしてなかったら、このタイプじゃないやつは希望生まれへん、未来なくなるだけ、はい、イコールこの子の未来は変わる。あ、タイプじゃない人は大事なんか、そういう行動、はい、2つ目は、次3つ目なんやけど、はい、僕たちご神器様にね、つく時間の時があるやんか、はい、この時間ってまあ短いわけですよね。うちは基本ね、全員回るまで終わらないっていうのやってますけど、はい、この短い時間しかない時間で、好きな食べ物なんですかとか、好きなタイプなんですかとか、口取った方がいい。なんかこう、口が合う時に聞きゃいい。あ、お店に来ていただいて接客する以上、こんなしょうもないこと聞いてる時間は、俺たち商
商品からしたらないわけですよね。もっと自分を売り込まないとあかんのに、やったら自分の一番武器になるものをこの7分とか10分間で伝わりやすいように考えとった方がいいよね、個人的に。はい、まあ売れてある人、例えば名前がなんかすごい覚えやすいものであったりとか、いろんな技使ってあるよね。はい、まあ最終ね、はい、タイプじゃない人になった時に、はい、どれだけ選ばれるかっていうのが売れてるやつ売れてないやつの差やと。違うってなった時に、でも自分を選ばれるように持っていけるやつ、多分ホストの売れてる人、キャバ嬢で売れてる、これがうまいんやと思う。多分言葉では伝わらへんから、もう一緒に席つくべきやな。はい、で結局その誘うのがうまいやつはこの業界を制するわけです。一般人の方でもね、好きな人に興味を持ってもらおうってなるときに絶対に使えるんでね、行動を起こさなければ自分の未来は何も変わりませんから、まずは行動してください。ランラン君、分かったかな。で結局はだから女の子をホテルに誘っていっぱいエッチしたらいいんですよね。